奴らがナナを、ナナをさらっていった。どこ行ってたんだ。大騒ぎだったのに気づかなかったのか。僕のお金を奪って妻までさらっていくとは。もう我慢できない。人さらいは村の東へ行ったんだな。ナナ、今助けに行くよ。もうかりますように。金を稼ごうぜ。来てくれたんだね。来てくれるって信じてたよ。部族を捨てた傭兵どもめ、一体何が目的なんだ。ああ、友よ、ナナのために、僕たちの友情のために、もう一度僕に力を貸してくれ。バンフー海賊にちょっかい出すとはいい度胸だな。海賊、バンフー島の海賊だ。こいつらがナナをさらった真犯人なのか。タータ、に行くのかい。儲かるようにな。一緒に金儲けし。よう、人を探してんのか、チビ。じいさん、僕の妻を見なかった。女房を探して島中回ってんのか。みっともない。背丈は僕の3倍、横幅は僕の2倍くらいで、つけてる仮面は緑の仮面のチュカチュカ族だろ。そうそう、じいさん彼女を見たわけ。急にかしこまりやがって。ええ、バンフー島に連れて行かれたよ。パロットキングに捧げるとか言ってたな。なんで知ってるかって、あの女をバンフー島に送ったのはこの俺だからだ。お前、どうしてバンフー海賊に協力するんだ。俺は誰の味方でもねえ。金だけが俺の相棒さ。このカロンを舐めてくれるなよ。俺の家業は血生臭いんだぜ。バンフー海賊、アルバ島の北にある島を本拠地にするならず者たちだ。奴らは部族を捨てて略奪を繰り返している。ナナが奴らの手に落ちたら、もう…ダメだ。僕はいつもいじめられてばっかりだけど、自分の妻だけは必ず取り返す。取り返せなかったら、僕もバンフー島で死ぬ。ごめん、どうか君の仲間を連れて、僕と一緒にバンフー島へ来てくれ。ナナを助けてほしい。バンフー島に行くのかい。
まあ、ターン、島に行くのかい？島に行くのかい？